鬼滅の刃ネタバレ注意、技の名前クイズ1の方2の方編スタートです。まずは1の方から。1の方1問目、前傾の居合の構えから一瞬で敵と間合いを詰めてすれ違いざまに一戦する。答えは霹靂一戦。1の方2問目、間合いを詰め横投げに一輪刀を振る。伊田とはくねくねと曲がりくねっているようを表す。答えは伊田切り。1の方3問目、二刀を頭上から振り下ろし地面に叩きつけると同時に爆発させる。地面に大穴を開けるほどの威力を持つ。とどろき。1の方4問目、手斧と鉄球の両方を切りもみ回転させつつ同時に敵へ放つ。蛇紋岩とは変岩の一種であり、文字通り表面に走る蛇のような模様が特徴。答えは蛇紋岩双極。1の方5問目、玉子の決起術、水獄中に囚われた際に繰り出した突き技。答えは水天唐霞。1の方6問目、揃えた二刀による全力の突き、うがち抜き。1の方7問目、クロスさせた両腕から勢いよく水平に刀を振る。跳躍状態でも高い威力を持つ基本技。答えは水面斬り。1の方8問目、すさまじい勢いで螺旋状に地面をえぐりながら突進して切り刻む。答えは人旋風そぎ。1の方9問目、大きな踏み込みから目にも止まらないほどの速さで連続で切りつける。初恋の罠なき。1の方10問目、抜刀して横投げに一戦する。この単純な一撃でさえ異次元の攻撃速度と月輪の斬撃が合わさり回避困難な一撃と化している。答えは闇月宵の宮。ここからは2の方です。1問目、自分を中心とした周囲に向けて無数の連撃を放つ。答えは御影梅。2問目、敵の死角から蛇のようにうねる斬撃を放つ。鏡図の毒牙。3問目、敵の頭上へ鉄球を放った後鎖を踏みつけて鉄球を落下させることで相手の頭を砕く技。答えは天面砕き。4問目、体幹を大きくねじり瞬時に幾重もの斬撃を繰り出す技。八重霞。5問目、一瞬で5連の斬撃を繰り出す技。稲玉。
6問目。敵の胴体を螺旋状に切りつける。ハンテングとの戦いで使用。答えは胴のを巡る恋。7問目。鋭利な爪を思わせる4つの斬撃を打ち下ろす。名前と由来はおそらく罪や汚れを払う風とされるシナトの風から。そうそうシナト風。8問目。ホムラのごとき陶器をまとわせての切り上げ、大力、広範囲の技が多い。炎の呼吸においては珍しい単純な残弾だが、その分早く放つことができるためとっさの斬撃に向く。上り炎天。9問目。垂直方向に体ごと1回転しながら蹴りつけることで広い範囲の敵を攻撃可能。大型の異形鬼にも有効。水平方向に回転する横丸丸も存在する。水車。10問目。刀を両腕で握り、腰を回す要領で空に円を描くように振るう技。垂直方向の強烈な斬撃。ヘキラの天。最後まで見ていただいてありがとうございます。コメントで正解数を教えてください。教えていただいた方にはあなたにちょうどいい難易度の問題を提供します。コメントお待ちしております。バイバイ。